マイクロフォン新青年1927年5月国枝四郎新青年4月増大号一別明るくなりました笑いの分子が多くなりましただいぶ若くもなりました探偵雑誌とは脅しつけるものこう思っていた人もあったでしょうがそれを相当ぶち壊しましたかなりこれまでは脅しつけていたのですからこれからは笑わせた方が良いでしょう もっとも従来もこの雑誌にはたくさんナンセンスが盛り込まれてあってずいぶん笑わせてもくれましたが色づりの口へ王子様のおなりどう見直したって愉快なものです大胆なことをしたものだと笑いながら肝を潰しましたが創作や翻訳を全部見たのではありませんからもちろんその中には脅しつける作が幾個かあることだと思いますそれはそれとして 萩原作太郎氏の死なないタコは素晴らしくいいものですね。月に吠える以来、私は萩原氏の詩を愛読しております。